今回このプロジェクト今までうまくいってるのはやっぱりそのチームワークです。チームワーク、まあ、良かったので今までうまくいってるっていうのが一番いい点かなというふうに思いますね。それとやっぱりあのお金を使って投資をするっていう機会を今回まあ与えられたわけで、実際に企画に入っている生産技術のスタッフっていうのはやっぱり若手なんですよ。だから若手がやっぱ育ちます。次の人を育てるためにはものすごい絶好のチャンスなんで、それはもう今回は実際にホイールをこういろんな新しい機能を入れようとかっていうふうに若いスタッフがいろいろアイデア出して、もちろん僕らもアイデア出すんですけど、それをやっぱ具現化してできた時のね、やっぱ成功体験も大切ですし、それ以上にものすごく難しくて苦しんどるんやけど結構ね遅くまで仕事したりする日もあるけども、やっぱりそれがやっぱいいですよね。やっぱね、やりがい持ってやってる、チームワークとね、そういう若手がこう伸びて